コメント来てます。また自分が亀になった時にどう守ればよいのかが分かりません。パトルポジションのディフェンスの方ですね。パスガードされながら逃げてタートルポジションになる前に、タートルにならないようにエスケープできたらいいんですけども、リカバリできたらいいんですけど、タートルになっちゃった時は、もしくはタックル失敗して頭の方向からサイドバックまで回られてしまった時の対処やっていきますね。背中側についてると。で、やはり一番初めに気をつけなきゃいけないのは、相手がいる方向の足。こっちのね、こういうのに踏まれているような状態ですね。で、フロントロールなどで逃げたいんですけども、一回だけやりますね。昔からある流れで、こっちの足を踏まれてなかったら、相手がね、腰抱いてても、ここから左肩から回転して、フロントロールで逃げることができます。ドンの場合でもすぐさまここら辺の道着につかまれちゃってると、もう回転難しくなっちゃうので、止まっちゃって、中途半端に潰れてしまう可能性があるんですけど、グラッピングとかだったらまだ機能すると思いますね。で、ただし、分かってる相手はやはりこう、全然ここの後ろのね、すねを止めてると思います。すねで、ふくらはぎを止めてると思います。で、この時に相手の、まず、近い方の締め手。で、脇の下、足が入ってきて、テイクバックを狙われてしまうので、どっちかの選択肢になるんですけど、基本的には、こういう状態で、こうですね。こっちの奥の手で、こう締め手が入るのを防ぎつつ、こちらサイドは足が入ってこないように、必ず肘と膝を止めておきます。もちろん相手は、アンダーグリップを作って、逆サイドも狙ってくるという流れを全然あると思うんですけども、この状態ですね。で、こっからこの手が入ってきたら、いろんなエスケープあります。いろんなエスケープありますけども、基本的に覚えておいた方がいいなというエスケープは2つで、こちらサイドに巻き込みのエスケープ。1回やってみますね。このアンダーフックがされている。で、OK。で、可能であれば、自分がこうディフェンスしてるんですけど、いざ行くときは手のひらを立てて、ここ高さを作りますね。高さを作ったら、次こっちの足。こっちの足を床にパンと、捨てると言います。で、それに合わせてこの腕をね、巻き込んでいきます。で、自分の襟などを持ってロックするとよりいいでしょう。グラップリングの場合はね、アンダーフック着てるのに対して、こういう感じで手の脇を締めて手を直接持ったりしますね。胴着の場合は相手が拘束してくれてるので楽だと思うんですけども、相手さらにロックをかけます。こういう攻防の中、相手のアンダーフック入ってきたなと思ったら巻いて、前に。で、ここまでできたら一度手のひらを立てて高さを作って巻いていきます。足を伸ばして、こうですね。もう一回いきましょう。で、逆サイドの手側は、最後弾くときに、この位置にいればこの脇。一応横にずれてもらっていいですか？相手がすでに横にずれていれば足をこう、内側から弾くように、脇か、こっちですね。どちらかを弾いていきますね。じゃあ一回もう一回すねに戻りましょうか。踏まれているロック。で、足を捨てて、ここで手弾いた後は、そのままね、背中を相手の頭方向に向けるように、手を引き上げながらお尻で移動して、ここまで来たら初めて向きを変えて、ポジションを取りますね。このようにですね、マーク、ロック、ハイ、足、向きを変えて、こちらサイドはパンスをしてみますね。で、背中で歩いて、背中で相手の頭方向に動いたら、ここで回復。で、最後までいきます。2つ目ですね。2つ目は同じポジションなんですけども、突っ込むのではなくて、こちら、相手がいる側に抜けていく形になります。で、この時、こっちサイドの締め手が入ってきますよね。こういう感じですね。で、この手でこっちをガードしてるんですけども、この締め手が来たのをキャッチすることができたら、キャッチすることができたんですね。これ、ここの締め手も持たれてしまったら、ちょっと話が変わってくるので、この場合はさっきの巻き込みの方がまだいいかもしれないですね。
これがまだ相手が一応タスク組んでもらっていいですか。シートベルトグリップの状態であったり、もしくは片方は取られてももう片方をこうディフェンスできている、もしくは入ってきたのに対してキャッチすることができたという前提ですね。この形ができたらこちらサイドに抜けることができます。この状態から今こうですね。で、左手を立てますね。まあ、立てないともできるんですけど、立った方がいいですね。左手立てるのはどちらに返すときも一緒ですね。で、立てることができたら、こっちは肘ついちゃっていいので、お腹の下から手を通して、相手の腰を抱きます。ちょっと向き変えましょう。手のブロックができた。で、手を立てる。で、空間できたら、ここですね。で、これを押し出して、逆に、テイクバックをね、狙っていける位置に移動していきます。パンクのポジションでこっちの手でディフェンス、こっちは基本的にはこの足が入ってこないように脇を締めてますね。このような状態で締め手が来てるんですけども、締め手をキャッチできた、まあ、もしくはシートベルトグリップをすぐに組まれてる、とりあえずこっちの締め手だけ入ってなければ OK です。この状態で一度立てて、お腹の下に空間を作ったら手を出して送りました。で、逆にこのポジションに出てくるんですね。新人術日記を最後まで見てくれてどうもありがとう。参考になったよって人はいいねのボタンを押してね。質問やリクエストは気軽にコメントしてね。チャンネル登録もよろしく頼むよ。